ジャパンカップサイクルロードレースは、毎年10月に、栃木県宇都宮市森林公園周回コースで2日間に、渡り開催される自転車ロードレース大会である。2008年に、UCI アジアツアーでのレースグレードが 1. 1、1.1、デーレース1級カテゴリーから、1、HC に格上げされた。宇都宮市主催、日本自転車競技連盟主幹。スバル。 レボーグがベース車両のマビックカー1990年に宇都宮市で開催された世界選手権自転車競技大会のロードレース部門のメモリアルとして1992年から開催されている。日本国内のワンデーレースで UCI プロチームを招待できる数少ないレースであることなどから日本国内最高峰の自転車ロードレースと位置づけられる。この大会は ヨーロッパでの主要レースが終わった後に開催されるが、調整の遅れや怪我などで不本意な成績に終わった選手にとっては、翌年の契約条件を有利にする最後のチャンスとなるため、単なる顔見せ工業には留まらない見どころの多いレースである。特に1996年には、ワールドカップシリーズ対象レースに指定された上、最終戦まで総合優勝者の逆転の可能性があったため、 直前の世界選手権で優勝したヨハン・ムセウをはじめとした世界の一流選手が集結し、本気の戦いを見せるという非常にハイレベルな大会となった。標高差185メートルの小菓山林道の上りを含む宇都宮市、森林公園周辺周回コースを使用し、初日にフリーランチャレンジレース、男女オープンレース、ジャパンカップクリテリウム、2日目に、 男子エリートによるメインレースが行われる。ジャパンカップクリテリウムは2010年から宇都宮市中心部大通りの本庁交差点から上、川原交差点間の上下車線を封鎖して設けられた一周1 5 5トルのコースによって行われている。2013年の優勝者であるマイケル・ロジャースに対して2013年12月18日に UCI は 期間中に採取した尿サンプルから禁止薬物のクレンブテロールの陽性反応を検出したと発表。翌2014年4月23日に UCI は食物汚染である可能性が高いとしてロジャースの暫定出場停止処分を解除したがジャパンカップ優勝は無効とされた。7月16日にジャック・バウアーの繰り上げ優勝が公式に発表された。 近年は2016年のファビアン・カンチェラーラや2017年のアルベルト・コンタドール、2018年のダミアーノ・クネゴなど現役引退後に UCI レースではないジャパンカップ・クリテリウムを引退レースとして参戦するプロライダーも多い。2020年は新型コロナウイルス感染症の流行の影響から同年6月に中止を決定。代わりにバーチャルサイクリングサービス、 ルービーを用いたバーチャルレースとしてデジタルジャパンカップを10月17日に開催した。メインイベントとなるプロレースはアルベルト・コンタドールも参加したが当日朝に急遽出場が決まったコナー・ブラウンが優勝を飾った。第1回大会より地元 AM ラジオ局栃木放送がスポット中継で実況生中継しているほか2019年は J スポーツによって生中継が行われた。それ以前は、ダイジェスト番組が J スポーツとキー局系民放 BS で11月にテレビ放送されていた。2007年から2009年の大会は、富士テレビが公演に入っていた。ダイジェスト番組が BS 富士と地上波富士テレビで放送された。同年までメディア展開はほとんどなされておらず。 実質的にこのダイジェストが放送される以外まず扱われなかった。2010年はテレビ東京に変わり、ダイジェストは同系列の BS ジャパンで放送。女子アナウンサーがコースを体験する企画がミニ番組で行われたり、深夜タイヤインターフムを中心にイベント告知 CM が放映された。二千十一年は日本テレビ BS 日テレに再度変わり、ダイジェストは BS 日テレで放送された。告知活動はほとんどされなかったものの、今回初めてレースの映像が地上波のスポーツニュース番組で放送された。2012年は前年に続き日本テレビが放送。ダイジェストが地上波でも放送されたほか、日テレ G で完全版が放送された。その他、首都圏ニュースで会場の模様が紹介されるものの、 こちらはあくまで地域のイベントとして取材されており、レース内容については消報されない。その他、地元と地域テレビを除くと地上波テレビ各局のニューススポーツ番組で本大会が取り上げられることは稀である。2017年現在、他にツールドフランス埼玉クリテリウムがある。A.B. ロジャース選手の優勝取り消しに伴う2013。 ジャパンカップ順位確定のお知らせ2020ジャパンカップサイクルロードレースの開催中止についてジャパンカップサイクルロードレース実行委員会2020年6月26日宇都宮と世界をつないだデジタルジャパンカップ NTT のブラウンがバーチャルレースの王者にジャパンカップサイクルロードレース2020年10月18日陽性の原因は汚染肉 UCI が ロジャースの処分を解除 JC 優勝は無効、シクロワイヤード2014年4月23日20時22分、プレスリリース、マイケル・ロジャース、クレンブ・テロール・アドバース・アナリティカル・ファインディング、UCI 台風の影響により、周回数を14週から10週に短縮した。第24回大会より、ラジコプレミアムを通して、全国で聴取可能となった。ありがとうございます。